はい、どうも。ミステリ小説ご紹介チャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。結構長い読書歴&ミステリ好きの私がネタバレなしで毎回テーマに沿ったミステリ小説をご紹介します。今回は理系ミステリ3選です。ロジカルな謎解きを楽しむミステリと理系って相性が良いと思うんですよね。そういった視点で眺めてみたらやっぱりありました、理系ミステリー。今回は私の独断と偏見で選んだ3作品をご紹介します。それでは早速始めていきましょう。スタート。まず最初にご紹介するのはこちら、ルカの箱舟、伊予原新講談社文庫です。伊予原新さんは大阪府出身で、神戸大学理学部地球科学科を卒業され、東京大学大学院理学系研究科博士課程を修了しておられる、かなりな高学歴の方です。地球惑生物理学という難しそうだけど壮大でワクワクしそうな分野がご専門だそうです。富山大学理学部助教として勤務しつつ、2009年初めて書いた小説「2度目の満月」が第55回江戸川乱歩賞の最終候補作となりました。また「ルカの箱舟」は2010年第56回江戸川乱歩賞の最終候補作となり、お台場アイランドベイビーで第30回横溝正史ミステリ大賞を受賞し、小説家デビューされました。2019年月まで3キロで第38回新田次郎文学賞を受賞され、2021年8月の銀の雪で第164回直木35賞の候補、第34回山本周五郎賞の候補となりました。伊予原新さんの作品は私の別の動画「横溝正史ミステリ大賞受賞作3選」で「お台場アイランドベイビー」を、読後心がほんわかほっこりするミステリ小説3選では「リケジョ」をそれぞれご紹介していますので、合わせてご覧いただければ幸いです。今回ご紹介する「ルカの箱舟」は科学者が科学者たるために不可欠となる論文に関するミステリです。論文発表はその中身も重要ですが、まずは発表することも必要です。そこに横島な考えが入り込むこともあろうことは否めません。つい最近では常温超伝導、ちょっと前ではスタック細胞など科学論文に対する疑惑や疑念がちょこちょこ話題になりました。ご紹介する「ルカの箱舟」はまさに論文の偽装疑惑がテーマになっています。文庫本の裏表紙の紹介文にはこう記載されています。火星隕石に生命の痕跡が見つかった、世紀の発見を取材する記者小日向にルカの末裔から隕石論文の偽装告発メールが届く、研究室には教授の遺体と箱舟型に加工された隕石が残されていた、小日向は天才桃地教授と謎の解明に乗り出す、東大院卒作家が研究の栄光と暗部を描く傑作理系ミステリー。また文庫本の帯にはこんな記載があります。科学界の三大不正 F 捏造 F 改ざん P 盗用、論文理想の教授が殺された、箱舟に姿を変えた火星隕石が秘めた地球生命の起源、全ての謎の解明は天才教授に託された。私の読んでみた感想ですが、この作者の大ファンである私としてはまた新たな作風に触れられたという感動で打ち震えました。お台場アイランドベイビーが近未来ディストピアミステリで、理系女は理系女子の青春謎解きミステリーと全然別の景色の作品をお書きになっていますが、今回は大学教授による論文の不正疑惑がテーマなので難しいのかななんて思ってたんですが、いやいや全然そんなことはなかったです。確かに普段あまり目にしない耳にしない用語が頻出しますが、ちゃんと説明があるので置いてきぼりにはならないです。むしろ人間的ともいえる動機から事件を解きほぐしていく物語で、ホームズ役の天才桃地教授がポワロっぽい温和な感じの人柄で好ましかったです。ワトソン役の科学雑誌記者である小日向はかなり控えめな性格ながら、
科学に対してある程度の造形も持っていて、その上で読者目線の役割を見事に果たしてくれています。読後はどんな業界でもやっぱりいろいろと大変なんだなと、まあごく当たり前の感想を抱きました。私のような一般人はアカデミックというだけで信用しそうになるのですが、この作品はいやいや必ずしもそうではないよと諭してくれたような感じです。でもそんな中にも真理は潜んでいるということも教えてくれました。文庫本の帯の裏にはこんな本文からの引用が書いてありました。真理はすべて3つの段階を経る。まずバカにされ、次に激しく反対され、最後に当然のこととして認められる。なるほど、真理とはそういうものなのかもしれません。地動説や量子力学もそうでしたもんね。未読の方ぜひ読んでみてください。続きましてはこちら、池女探偵の謎解きラボ北吉久宝島社文庫です。作者の北吉久さんは探偵小説を多く手掛けておられ、しかもそれぞれがシリーズ化している今注目のミステリ作家さんです。思考探偵シリーズや科学探偵ミスターキュリーシリーズ、同期探偵シリーズ科警研のホームズシリーズ、ヴァンパイア探偵シリーズなどがあります。また他にも推理は空から舞い降りるや霧島教授の研究報告書、美少女教授霧島と子の事件研究録、はじめましてを3000回、はじめましてをもう一度、プリンセスデカ、猫色ケミストリー、恋する創薬研究室創薬探偵からスクフクを、ラブケミストリー、ビギナーズラボなどなど、たくさんのミステリ小説を刊行されています。ミステリファンとしてはぜひ読んでみたいと思うような作品をたくさんお書きになっている作家さんなのです。北吉久さんは東京大学大学院薬学系研究科修士課程を修了しておられるので、まさに理系中田ですが、ロマンチックな感じのミステリもあるようで非常に楽しみです。さらに言えば、なぜもっと早くこの作者の作品を知ることができなかったのだろうと、自分のアンテナの感度の低さを反省しているところです。文庫本の裏表紙の紹介文にはこう記載されています。保険調査員の仕事は保険会社から支払われる保険金に関して被保険者側に問題がないか調査報告すること。しかし江崎に回ってくるのは大学教授の密室での突然死をはじめとした不審死ばかり。その死は果たして自殺か事故か殺人か。そんな時江崎は意中の研究者友永栗子に相談を持ちかける。恋人より研究優先の熱血理系女子探偵が科学を駆使し不審死の謎に迫る。私の読んでみた感想ですが、短編集で読みやすくて理系なだけにロジカルな事件解決が心地よかったです。ミステリの本質である謎解きが非常に科学的で理にかなっているという理系ミステリ特有のロジカルさが満載です。また気になる江崎と友永の関係ですが、物語が進むにつれてちょっとずつ近づいていくのがなんかほっこりしました。しかしこんな素敵な物語を紡ぐミステリ作家さんを今まで見逃していたなんて、こりゃ鍛錬が足りなかったですね。私反省です。まだまだ未読の作品がたくさんあるようなので、もう片っ端から読んでみたいです。未読の方ぜひ読んでみてください。最後にご紹介するのはこちら、神様のパズル木本真嗣春樹文庫です。2002年にこの作品で第3回小松左京賞を受賞した木本真嗣さんは甲南大学理学部応用物理学科を卒業されたバリバリな理系の作家さんです。主に SF を執筆されているようですが、私が考えるに SF とミステリってとても相性が良いと思っていて、 SF だけど講義のミステリでもあるっていう作品結構あると思うんですよ。この作品神様のパズルもそんな一冊です。この作品のテーマはなんと宇宙創生、そしてヒロインは16歳の女子学生で飛び級で入学した大学に不登校な天才物理学者。超巨大な粒子加速器を要する実験施設が舞台なのに、
なぜかそこで稲刈りもしている主人公。この振れ幅の大きさがとても魅力的な作品です。文庫本の裏表紙の紹介文にはこう記載されています。留年寸前の僕が担当教授から命じられたのは、不登校の女子学生おみすさらかをゼミに参加させるようにとの無理難題だった。天才ゆえに大学側も持て余し気味というおみすだが、究極の疑問、宇宙を作ることはできるのかをぶつけてみたところ、なんと彼女はゼミに現れたのだ。僕はホミスと同じチームで宇宙が作れることを立証しなければならないことになるのだが、第3回小松左京賞受賞作。解説、大森望。私の読んでみた感想ですが、いや、全然不勉強ながらも量子力学とか宇宙論に興味ある私にとって、この宇宙創生というテーマはとても魅力的でした。物語は主人公の学生綿抜きの日記形式で進むんだけど、大学生のリアルな日常風景と宇宙論の問題解明という両極にあるような話題が同時に進んでいって、なんかすごいワクワク感とほっこり感が両立していてとても面白かったです。作中で扱う理論はさすがに難解ながらも、私と同様な知識の薄い主人公綿抜き君のおかげでちゃんと説明されるので問題なく読めました。ラストに向けて疾走するストーリーにどんどん引き込まれ、あっという間に読み進められます。孔子仮説や素粒子論、宇宙論、積地2でも行われている世界中のコンピューターを使ったシミュレーションなども登場し、結構コアな物理的表現が立たれてくるので、ハード SF かと思いきや、ツンデレキャラなヒロインサラカが主人公綿抜きとの心の距離を次第に縮めていく青春物語でもあって、いやすごく楽しい作品でした。壮大なテーマのハード SF でいろんな理論や仮説が登場し、でも物語自体はあくまで現実に寄り添っていて、かつ学園青春小説でもあって、いやもう何のジャンルといえば的確なのかもよくわからないほど多彩です。難解であることを難解と感じさせない構成がすごいんじゃないですかね。ゼミにおける学生同士の討論という形で難解部分を説明していて、かつ主人公綿抜きがいろいろ思考することで読者側の理解が進むという感じで、結構読みやすかったです。だって高度な議論を戦わせる一方で田んぼの稲刈りに追われたりしているんですよ。なんか高度な頭の回転と牧歌的な運動を交互に繰り返す構成は、読者のこちらも頭を高速回転させたり休めたりと、実はとても健全で健康的な読書ができたような気がします。未読の方ぜひ読んでみてください。以上、今回は理系ミステリ3選をお送りしました。いずれも難しい用語や理論は出てきますが、わからなくて読者は置いてきぼりなんてことは全然ない見事なストーリー展開で無理なく読めます。逆に言えば読者に理系のうんちくと高度な思考を与えてくれる非常にありがたい物語なのではないかと思います。岡田斗司夫さんは何かの動画で、日本の現在の経営者孫さんやホリエモンは将来こういうデバイスができるだろうとまでは予測しているんだけど、それによって社会がどう変化していくのか、どういう社会になっていくのかまでは見えていない、それは多分 SF を読んでいないからだって言ってました。なるほど、一理あるな、それなと思いました。そういえば以前どこかで誰かがこんなことを言っていたのを思い出しました。日本のウォークマンと iPod を比較して、日本の技術者は一生懸命小型の音楽プレイヤーを作っていった、一方 Apple は一生懸命音楽再生に特化した小型のコンピュータを作っていった。そんな時代を経てアップルは iPhone を発表した。これを見た日本の技術者は、これは私たちにも作れるわって言った。この逸話のポイントは、日本の技術力ではなく、日本の技術者の創造力とイノベーション力の欠落が露呈したことがポイントなのだ。社会の在り方が変化するほどに、iPhone はイノベーティブなデバイスだったわけで、これは創造力のなせる技だ。社会構造にまで大きな影響を与えるほどのデバイスとは何かという思考がまずあって、その次にそれは今ある技術をどう組み合わせれば制作可能なのかという思考に続く。
この思考の順序が日本とは大きく異なっていたのだ。この逸話が示すのは、ものづくりの日本の弱点があらわになった瞬間なのではないだろうか。いや、ほんと骨身にしみる逸話です。ウォークマンを発表し、音楽を持ち歩くというイノベーションを、社会現象を全世界に巻き起こした日本ですが、その先まで想像できなかったのは日本人として悔しいし残念ですね。この想像力、イノベーション力を培う、養うには、確かに SF はぴったりな教科書のような気がします。ですので、 SF はぜひとも若い世代にも読んでいただきたいジャンルと思いました。今回ご紹介した SF ミステリーを未読の方はぜひ読んでみてください。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。これからもどんどんいろんなミステリー小説をご紹介していきますので、高評価、チャンネル登録、何卒よろしくお願いいたします。皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。